アルジャバルティアルジャバルティは、エジプトの歴史家。本名は、アブドゥルラフマーンブンハサンアルイコールジャバルティ。ジャバルティは、オスマン帝国の支配下にあったエジプト州の州都、カイロにおいて、有力なウラマーの家柄に生まれた。ジャバルティ家は、名前の通りジャバルト地方に起源を持ち、ジャバルティの6代前にあたる人物がカイロに移住し、その後もアズハル学院のジャバルト地方。 出身車両において、代々シャイフを務めていた。ジャバルティの父波さんも、ハナフィー学派の方学者で、エジプト州総督やマムルークとも深い交友を持つ、カイロの名士であり、商売も手掛けていた。学問的にもイスラーム書学の他に、数学、天文学、歴法、書道、土壌校を収め、好奇心に満ちた東大切手の学者であったという。 ジャバルティーが20歳の時破産は亡くなるが、父の知識や人脈、遺産を引き継いだことが、後の歴史序述に生かされることになる。1798年、ナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征の際には彼は40代の、初めであり、アブヤールに引退していたのを特に招かれ、他の名手と共にディワーンの一員となり、重要な役割を果たした。1805年、 ムハンマド・アリーのエジプト総督就任を、アズハル学院の長老たちが願い出た際には、ムハンマド・アリーの残忍性を憎むジャバルティは、その請願書への署名を拒否している。彼の歴史書である、電気と歴史における実績の驚くべきことは、1688年から1821年までの期間を扱った年代記である。19世紀初めまでのエジプト近代を扱った。 部分では、ムハンマド・アリーやナポレオンについての事実を忠実に記録し、彼らの行為をイスラームの伝統、価値観に照らして批判した。そのため、エジプト総督に迫害され、1822年6月には、彼がムハンマド・アリーの手先に暗殺されたという噂まで流れ、長らく刊行されることはなかった。その一部が発表されたのは1878年。 アレクサンドリアの新聞史上であった。ジャバルティの歴史書としては他にもフランス王朝の撤退における真意の権限があり、この書も長く禁書とされ、日の目を見たのはナセル政権下の1958-59年であった。ボナパルトのエジプト侵略という題で一部が翻訳されている。ジャバルティはマムルーク朝の歴史家イブニーアース以来途絶えたとされていた。 天然体形式によるイスラーム年代期の伝統を復興した。彼は自己主張を歴史に込めたわけではなく、伝統文化を誤示しようとしたために、かえって改革や失政に対する冷静な批判精神を保つことができたと思われる。そのことをイギリスの文明主家アーノルド・ジェイト・インビーは高く評価し、ジャバルティーを指導的歴史家候補の一人として挙げている。また、 イギリスの東洋学者であるエドワード・ウィリアム・レインは、その著書、エジプトの生活ザ・マナーズ・アンドカストムズオブザモダンエジプションスで、1688年以来の優れたエジプト史を書き、筆者が初めてカイロを訪れた直後に成去したと書き残している。ありがとうございます。